皆様こんにちは。ピアニストの原田秀世です。ドイツから無事に帰ってまいりました。今ドイツからの入国者は7日間の待機期間のうち6日間政府が用意した宿泊所にいなければなりません。それも無事に済ませてようやく自由の身になりました。3月8日のレクチャー、そして11日のリサイタル、皆様のお越しをお待ちしております。